ル内側では男子一部走り高跳び決勝が行われており、バーの高さは2メートル19センチに上がりました。この高さに挑戦する選手は尾形君、東海大学、高山君、順天堂大学、戸部君、筑波大学の3名の方です。残り1周。